テスト用通信衛星よりオルトの構成データの受信を完了しました。プログラムの再構築を開始します。 48% 85% 完了。やっと戻ってこられた。まだデータの配列がバラバラになってる感じするよ。現在時刻は朝の5時か。あれから賢者の島はどうなったんだろう。兄さんは戻ったのか、オルト。うわっ、父さん、びっくりした。オペレーターの机の下から這い出して、そんなところで何してたの？作業が終わらなくて本部に泊まり込んでいた。これから私は輸送機に乗って黎明の国に建てられた特設災害対策本部へ向かうところだ。僕がデータを転送してる48時間、状況に変化は？ステュークス、マジカルフォース、それから茨の谷の王室の助力も得て、マレウス・ドラコニアが作り出したエネルギーフィールドを突破しようと試みたが、物理、魔法攻撃ともに一切通用しない。人間も妖精も近づけば表層を取り巻く茨によって絡め取られ、エネルギーフィールド内に引きずり込まれてしまう。現在は領域外周を我々の魔法障壁で囲み、侵食を食い止めてはいるが、完全に抑え込むことはできておらず、領域は今なお拡大し続けている。賢者の島は他の大陸と距離があるから甚大な被害は免れているものの、時間の問題だな。それで母さんは？あれからずっと第一ラボにこもったままだ。それって、こら、オル君、ママお話はちゃんと最後まで聞きなさいっていつも言ってるでしょ。しかも親を脅すようなことまで言って、悪いか？ごめんなさい。今ホログラム状態じゃなかったらお尻ペンペンの刑だったぞ。でもちゃんと謝れたのは偉いわ。素直でよろしい。よく戻ってきてくれたわね。まずはあなたが無事でよかった。おかえり、オル君。うん、ただいま。さあ、準備はできてるわよ。え、それってもしかして？だって嘆きの島が水浸しにされたら困るもの。第一ラボのメインフレームまでいらっしゃい。